食いてえのがあるさ。ああ、俺も食いてえのがあるんですよ。なるほど。みんなに天罰の恐ろしさ伝えてえな。天罰？あー、あの石材の近くね。出てくるの1時間ぐらいかな。はじめさん次第ですけど、それは我々は全然。終わる、人生終わる。ダメですよ。あ、じゃんけんで勝った人が決めます。イエス。でもじゃんけんでいいですか？新しい何かにするか。なんか新しい決め方欲しいですね。手軽にできるなんかないかな。募集しよう。ああ新しい。確かに確かに。コメント欄ここで使ってくださいからな。っていうことで皆さん何か飯とか一人決めたいんですよね。要は一人でしたいよね、うん、どうにかこうにか一人が決まる何かを教えてください。お願いします。今日のところはとりあえずじゃんけんしますか。はい。不服そうっすね、はじめさん。何かしたいな。そんな不服そうな顔ありますか。したいな。一番最初にくしゃみしたやつとかにします。あれ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 。一番最初にくしゃみした人が飯行くとこ決められます。方法は何でもありですね。あ、もうティッシュなくなっちゃった。半分です。半分。うん。あ、俺大丈夫。あ、大丈夫なんですもん。え？でも、はじめさん対応作戦ですね。あ、そういう。やべやべ、絶対。え、それ絶対じゃないですか。もう始まってる？もう始まってます。もういつでもいいですよ。やべ、体が動かん。ああ、はい。いつ参考までにみんなの意見も聞いてみよう。はい。ガスト。カツヤス。うどん。うまるげん。マックで青空クラブやな。青空クラブ、青空レストラン、これぞ青空レストラン。うわっ、うわっ、大丈夫です。いつも言ったらやばい、強風吹いたらブワーン。絶対押さないでくださいよ。ハハハハ、やめてやめてやめて、本当にあっちの道の通り車多いからさ、なんかできんねえかな、コンビニとか好きやと映画館、あそこのマンションの上とかにできねえかな。いいな、行き放題じゃないですか。うん、うわっ。やっぱり臨場感が違いますね。いや本当に、いや昨日大地くんいなかったっすもんね。いやびっくりした俺、はい、朝さ、はい、だった入ってくるな、これドカーンってあるんだよ。こいつは常にやり合ったやり合ったと思って朝、モニター買ったんって聞かれたっすもん。東京のね、お部屋にあったやつ。このでかいんだ。あ、ほら、はい、ほら、もうそうなっちゃうんすよね。実際、縦面に負ける気しないじゃないですか。ないね、多分縦面が勝つまで終われません。やれやれやれ。あ、一気にします。で、縦面に負けたやつ、縦面からビンタ。いきます。私、負けないでしょ。負けないよ、俺。じゃあ、やるか、縦面。やりましょう。じゃあ、まず、はじめさんからで。一気でよっしゃ。一気にあれば、はい、いや一気であったらもうこれしかないな。ワンパン狙いにいってるやん。いや負けねえよ。いや本当に俺もどっちがプリンかもう分かんないぐらい。投げてんの。やばい、本当に投げてる。やばい、ちょっと、あ、はい、やっぱ来ました、ここです。まあまだ負けません。ダメダメダメ、ほらダメなんだよそれが。おじゃー、まあ、こんなもんしょ。まあ負けねえっすよね。まあ負けんねえ。はじめさんにサルゴン使うんだよ。うん、まあ、ダメだー。オーマイグラン、これ終わるの。絶対やばい。え、あ、そっか。友高がウルフ、たとみがリュカ。入ってる。帰ってこないじゃん。あ、いや俺負けるかもしれん。俺結局一番弱いからな。アローラサトシじゃん。アローラサトシ行こう。超余裕だった。さあ2周目に入りました。ギザ耳派なんだよ最近。よし来い、行きます。あれ早っ。同じキャラ使えないやりですよ。ああ、あり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 。同じキャラさせば、いずれかぶら。ほんとだ、ラッキーを狙いに行けない、縦面。はい。あ、終わった。なんで。あっ、ああ、やったやったやった。やべえ、三振もしちゃった。もう無理じゃん。
ね、もう終わったの？なんで？なんで？なんで？もう！何この勝ち？あ、終わった。終わった。ほらもうな。もうラプチャしますよ。終わったの？もうダメだ俺。ラプチャ終わった。やばいです本当に。さあ4周目に入ります。なんでなんでなんでマジスピクリアルぞこれ。あ5秒でしたね。あそうあ、あ、あ、だ、さあいてばあこれちょえ？あれ？これちょえ？おしゃれ終わった！逆に。タナチ勝ったら5周目終わりですかね。あ無限だな。いやいやあなたが言っちゃいけん。他に何かいる？タナチ違うの使いたい。いやタナチそんぐらいの気がするな。やばい勝てないかもしれん。しずえさんですね。いややばい戦う銀行員しずえ。バーサスロイジ。いやこれ前からあったか分かんないけどさ、はい、しずいさん物取るじゃん、はい、しまったしずいさんのねアイコンの上にね何取ったか出るようになった。あそうですね。あれ前から前からえマジっすか。おお上がっていく。あれクリンティース攻撃あれ出てるんすか。あ、本当だすげえ出てたっけこれ。おえあああよっしゃー例えば分かってる学びましたもう、はい、いきます。はいいいなぁ、太鼓出れる二人はいいなぁ。いやもう時間がないです、時間っつかほらもう大会までね。もう大会直前なんですよね。やばいよ、ほんと出れなかった我々の魂を任せとけ。応援してます。あうっす。はい、皆さん、こいつを見てください。え、なにこれ。ああ。アーモンドとかだね。カシューナッツ。カシューナッツ一番うまい。大豆、くるみ、ピスタチオ。タナちゃん、はい、今カシューナッツ一番うまいって言いましたね。カシューナッツが一番うまい。それ、うん、気のせいなんですよ。何言ってんの。いやなんか一番うまい。いやカシューナッツ一番うまい、うん、それ気のせいなんですよ、うん、今なんか形が違うんで、うん、なんか別々に見えてるんですけど、うん、豆って全部一緒なんですよ。どういうこと。いやもう砕いたら、うん、もう違いわからないはずなんですよきっと。っていうことで砕いてみましょう。もう絶対分かんなくなるんで。こういう系統のやつは全部一緒だと。そういうことです。なるほど。この豆類見た目が違うだけで味全部一緒なんですよ。味違うよ絶対。いやそれ気のせいなんですよ。わかりました。気のせい、ね。まあ、形でちょっと思考が変わっちゃってるってこと。そう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 、やっぱ世の中イメージなんでそれだけなんですよ、うん、なんていうことで例えば、はい、取ってください。え、忍者だ。え、忍者だ。忍者凍ってきました。それこれガチでやばい。何でも粉々になる。っていうことでこの豆を砕いていってください。これが俗に言うなんか最強のミキサーですよね。これが最強ですね。忍者。怖っ。危な。うわ危な。危な。つけたいです。お願いがあるんだけどさ、はい、皿とスプーンを買ってきてくれないかな。ありがとう。こんなもんでいいですか。いきます。はい、はい。はい。はいや。もう分かんなくないですかこれ、うん、テレビショッピングになってる。少々お待ちを。少々これアーモンド玉好きなんだよね。いやそれも気のせいなんですよ、はい、こっちは好きなの。ピスタチオはうまいよね。それも気のせいなんですよ。ピスタチオは微妙だからしょっぱいっすよね。あでもみんな一応これ 食塩無添加で味付けゼロのやつなんで、うんうん、ちなみに1個カシューナッツ食べてみていい。いいよ。これが一番うまいんだよな、カシューナッツ。いや気のせいですって。俺保育園でくるみ割って食べてたからね。それも気のせい。それも気のせいです。買ってきました、うん、ありがとう。これ入れちゃってこれ、はい、お願いします。わあすごい。もう砂漠よ。
何があったんですか、何があったんですか、何何何何何何どういうことですか。だって大豆がこんなんなるのおもろくね、きな粉よ。マジでコッパみじんやん。大体でいい、大体でいい、大丈夫ですよ、全部一緒ですから。よし、はい、次、次、はい、アーモンド大臣いきます。はい、ということで全ての豆たちが砕き終わりました。一回試食してみます。じゃあこれくるみですね。はい、いただきます。うまいな。うん、和風の倉庫の匂いがします。畳の、うん、畳の味する。あー、柔道感ないとか。あるある、柔道感ある。次、カシューナッツですね、うん、はい、一番うまい。しかし、それは気のせいだったということを今日知ることになるんですよ。カシューナッツ、はい、いただきます。いただきます。うん、うまい、うん、甘い。食感じゃなくて味だよね。味、いや、むずいな。うまいなって表現むずいんだよな。甘いね。ミルキー、ミルキー。じゃあ次は大豆でーす。はい、ガス。あー、大豆。じゃあ次は、はい、アーモンドですね、はい、どうぞ。はい、いただきます。あ、これは一番わかりやすい。なんか周りにチョコレート塗ってあった、中身に入ってそう。なんか樽の香りがしますね。海から渡ってきた樽の風味が。お上手で。じゃあ次はピスタチオです。なんの、どうぞ。いただきます。いただきます。あ、これ保育園ですね。なんかガムラン、ガムラン、ガムラン、なんか民族が食ってそう。こう、我々の神が与えてくれた食料って感じ。神秘的な味がする。ケチャ、ケチャを取ってそう。知らない言葉がいっぱい出てきた。ばあちゃん家とか田舎行った時になんか食べた、うん、体験だよ。じゃあ試食が終わったっていうことで、はいはい、皆さんにこう目隠しをしてもらって、はい、それでスプーンによそってを一人ずつ渡すんで、はいはい、5択の運でしかないですよ、もう。確かにね、5分1か、5分1です。今の試食意味ね、今の試食意味で。じゃあ目隠しをしてください。はいはい、オッケー。最初の1品目はこちらになります。はい、おお、なるほど、ね、なるほど。え、じゃあ渡すのでちょっと待っててくださいね。食べ目まんまと引っかかって、えって言ってたよ。あ、はい、じゃない、ちょっと待って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 、面白そう。どこどこ、やだやだ、わからないんで、みんな手のひらの上に乗っけたんですね。はいはい、どうぞ。いただきます。これ匂いとか嗅いでいい？え、いいっすよ、全部一緒っすけど。あ、鼻に入った。うん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 、あ、俺わかりました、もうこれ。ほう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 、これもう一発っす。うん、じゃあせーので言いますか。はい、せーの、カシューナッツ。正解です。おー、すごいね、みんなボブいちゃったね。一応他のも送ってみましょう。一応他のも取っておきます。次の豆はこちらになります。おー、あー、なるほど。え、見えてるっすか。難しいね。なるほどね。じゃあいきます。はい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 、うん、はい、ほな、はい、どうぞ。うんうん、どうですか、味わっていますね。うんうん、うん、分からないですか。でも、もう一回ちょっとレパートリー教えてください。くるみ、カシューナッツ、大豆、アーモンド、ピスタチオです。あー、オッケーです、オッケー。皆さん大丈夫ですか。はい、はい、せーの、アーモンド。正解です。これ違うな。混ぜたらめっちゃ美味しくなるかもよ、うん、確かに。全ての豆の良さを取り入れた最高の豆を。すげえ。はい、さあ出来上がりました。違うと分かった全ての豆を組み合わせて作ったブレンド豆です。じゃあ本当にふりかけよう、うん、ぱっと見中谷園麻婆春雨、麻婆春雨いただきます。カエロに行って汚いっす。まあまあ、みんなの良さがあっていいんじゃないですか。ちょっと喧嘩するね、やっぱり。あ、喧嘩するんですか、うん、喧嘩するってことは違うっていうことの表れですね。